こんにちは、貝柱です。Talk to me! っていうね、ホラー映画が、今すごいらしいんですよね。すごいらしいんですけど、私、あと8分で家を出なくてはいけなくてですね、そんな時に動画撮ってんじゃねえよって話ですけど、これで撮れる分だけ一旦撮っときてえなと思うところで、ちょっと早めに、前半話して、多分後半で家帰ってきた時に、撮れなかった分を話すっていう感じでやりたいと思うんで、よろしくお願いしますけれども、じゃあ急ぐけど、Talk to me! って映画ね、これ、A24! って、みんな大好き、クラブがあるでしょ。みんな大好き映画配給会社あるでしょ。あそこの、新作。制作がですね、YouTuber の兄弟がいて、海外に。海外の人ですよ。ラッカラッカっていう YouTube チャンネルがあって、もう600万人超えぐらいのでかいチャンネルですけど、それの双子の兄弟が長編映画監督初作ったと。YouTuber の人が映画作ったって面白いねと思って。そうなの。もうこっから映画監督一本としてやっていくのか、YouTube もこれからもやってくれるのかわかんないですけど、とにかくやってくれたと。だから A24 のホラー史上最高興収。だからみんな大好きミッドサマーとかね。僕は大嫌いだけれども。ヘレディタリーが最高らしいんですけど、A24 だと売り上げ。それも超えて、ドドーンと。90秒憑依チャレンジっていうのをやるんですよ。なんかキャッチーでしょ？で、結構ね、小刻みにその恐怖演出も、あ、よいしょみたいな。そろそろ暇ですかお客さん、よいしょみたいなさ。なんかいい感じのこのマッサージ受けてる感じ。定期的に振動きますね。面白いんですよ。暇にならない。で、絵面も、なかなかにこう、ホラーな、いい感じ。恐怖が快感に変わるのだみたいな映画。で、その快感がやっぱり、怖かったごめんなさいっていうタイプのね、なんだっていうね、タイプですよ。新作の映画だからあんまネタバレしないけれども、若干の話の触り言うよ。高校生のミアという女の子があります。主人公はね、2年前にお母ちゃんを亡くしております。悲しい。だいぶ萎える。で、その友達界隈からですよ。こういう噂を聞きます。ねえ、知ってる？90秒憑依チャレンジっていうのがあるんだって、つって。何ですかと。で、その90秒憑依チャレンジさ、今日ちょっと集まってやるから、あんたも来ないって言われて、ミア、なんぞやと気になるじゃないですか。でも好奇心旺盛、好奇心の獣や私、バーン、ね、行くわけ、やーっつって、友達の家にさ。そこにはさ、こう、なんていうか、陽キャの子たちとかもいて、なんでミア呼んだんだよ、みたいな感じなんだけど、ミアも、よろしく、とか言って、人当たりいい子だから、仲間入れてよって言って、90秒憑依チャレンジ、いよいよやることになるんです。おい、誰かやりたいやついるかつって、陽キャのやつが、誰かやりたいやつ、ミアね、ごくり。ここだと思って。私やるわって手あげるんですよね。おい、やるじゃねえかよつ。じゃあ、こっち来いつ。座れつって。椅子に座らされます。で、なんかロープでぐるぐる巻きにされて体を固定されます。そして目の前には机があります。そしてその机には手の形をした何かこの置物のようなものがあるんですよね。なんか前衛的なアートの彫刻のようなもの。で、なんと、90秒憑依チャレンジ、今からやっからやり方聞けと。手の置物あるだろ？これと握手しろと。で、握手したら、Talk to me って言ってみろって言われるわけ。あ、そうっすか。じゃあやってみますね。パッ。言いますね。Talk to me。言ってみたら、ブン！目の前に、めっちゃおぞましい顔の、お前誰みたいなやつがいんの。お前誰と思うから、だからミアも、ビャーって思わずその手で離すわけ。うわ、お前誰うわ、存じ上げませんがね。したら周りのやつらが、ははははほら来たぜっていうの。周りのやつらはどうやらこれが起こることを知ってたっぽい。いいからいいから落ち着いてもう一回手つないでトークトゥミーっつって、今度は、その目の前にいるやつ怖えと思うんだけど、列中院かだかなんだかって、とにかく入ってこいみたいに言えと、そいつに向かってね、ちょっと行ってみろって言うわけ。分かった、やってみるっつって、怖い、Talk to me、 ブオー、気象、やっぱり気象よね、さっきと違う気象道が出てくる、さっきと違う気象やつ、うわ怖い、幽霊か何かかしら、怖いけど行ってみる、レッチュイン、ブオーガー、ミアの体ボッカーこわばってですよ、動かないわけ、中に何かが入るの。もう目の瞳孔、なんていうの、この黒目の部分も、バーってカラコン、デタラメにでけえカラコンつけてるやつみたいな。なんか、ホス狂いみたいなカラコンつけて。ごめん、それは、なんかちょっと悪気はないが。とにかくそれぐらいのなんか、とにかく黒目がでかくなって、昆虫みたいになって、トー横みたいな、トー横のやつみたいになって。わかんないけど、それもごめん。なんかまた変なこと言ったらごめん。なんか、とにかくそれで、おいっす。
あ、ちょっと待って、8分経った。じゃあちょっとこの続きはまた後でです。じゃあ行ってきます。さよなら。はい、戻ってきました。スパイファミリー見てましたですね。全然知識ないからさ、わからんかったけど、まあ面白かった。アニャ・テイラー・ジョイみたいな名前のやつが可愛かったね。さあ、やろう。だから、ミアが憑依チャレンジをやったよっていうところまで多分話してるよね。うん。本当にガーンって憑依しちゃって黒目がなったと。で、もう本当にその声とか話す内容とか、ミアのものじゃないね。で、この90秒憑依チャレンジって、90秒憑依チャレンジだから、90秒以内に、この手から手を離さなきゃいけないんですよね。90秒超えちゃったら危ないと言われている。しかしながらこのミアですよ、この憑依した霊の強さなのかわかんないけど、がっちりその手を掴んじゃってて、周りのやつが離そうと思ってるの。離せないの。それで90秒超えちゃってですよ。うーって、やべ、90秒超えた、離せって、ドバーって、どうにか離すことができて、大丈夫か、ミアって。話しかけたら、すごい最高の体験だった、ふーっていうの。わ、なんとか無事だった、よかった、危ないとこだったよ、お前みたいな話して。で、この、憑依チャレンジさ、こうやってドキドキするんだけど、なんか若者的にはこう、なんかふわっとして気持ちいいっていうか、まあ要はドラッグのメタファー的なものだから、ものって言ってるから監督も。まあそういうことよ。気持ちいいんだ。ちょっとドキドキするし、スリルがやめられなくなっちゃって、この若者たち全員ね、めちゃくちゃハマるんだよ。次俺、次で俺とか言って、もう何回もみんな回すみたいなね。やりすぎじゃねえか、これ。シャーマンキングくらい憑依してるんじゃないかなぐらいの。ね、やっていくんですけれども、事態は思わぬ方向へ、というお話なんだけれど、そもそもなんでこの手に触れたら、で、talk to me とか言ったら、霊と交信ができるかっていうのはうっすら説明されてて、この手型の置物は中に本当の人の手が入ってる。その元の手の持ち主は、霊能力があって、霊と交信ができてたと。それをセラミックかなんかでこう、覆ってる陶器型の置物だから、うん、それを、その能力を使って交信してるんじゃねって言ってる。真相はわからんけど、そうなんじゃねみたいに、陽キャは話してる。冒頭からですよ、結構ショッキングな長回しのシーンがあってね、とある男が一人の男を刺して、そして自身でシャーンって、自分の命までもナイフでシャーンって立っちゃうまでの映像がずっと流されるんだけど、その映像もまあショッキングなの。そっからタイトルダーン、talk to me とか出て、ぴょーい来た来た、怖いタイプのホラー映画ちゃーんってなって。ね、ワクワク。もうそのまま面白いからね。不穏な空気感もずっと続いてて。これ、オーストラリアの映画なんですけど、カンガルーおるでしょ。うぇーみたいなやつ。あいつに蹴られたら死ぬでおなじみのカンガルーいるでしょ。なんかさ、そのカンガルーのちっちゃい赤ちゃんみたいなやつが、道路で、こんなもう瀕死の状態でこう、あがいてる。何カンガルー、僕と映画などでカンガルー見たの初めてかも。ズートピアですら見てないかもしれない。カンガルーって映画に出れるんだ。いや、出れるだろうけど、なんか珍しいなんて思っちゃって。そう、怖いね、おぞましい。で、こっから、もうドラッグパーティーみたいにこの若者たちが、高齢術パーティーで、ドハマりしちゃってね。みんなそれぞれ幽霊をこう見て、いや、たまんねえぜとか言ってんの。で、なんかそうこうしてたらさ、弟くんがいるんだよね。友達の弟くんが。この子まだちっちゃい子なんだけど、この高齢術パーティー見ちゃってさ、え、僕もやりたい感じで、みたいな。言い出すね。僕だって男だし、やれるし、みたいな言い出して。やめなって周りから言われるんだけど、結局やっちゃうんだよ。パーン入るじゃん。憑依してる弟くんが、ここら辺机あるでしょ。急に、ガッガッガッ、もう顔バキバキに打ちつけまくって、で、うわーってもう、こう、目ん玉をベラー取ろうとするから、周りが、やめろーって押さえつけて、もうでも、時すでに遅しっていうか、もう、傷だらけの状態で、入院して、おわたなんだよ、弟くん。これがまたね、この、かなり胸くそ悪いっていうか、だから、もうやってらんねえよっていう話に転がっていって、で、ミアもほら90秒若干超えちゃってんじゃん。だからなんか完全に自分の体から多分、憑依が抜けきってなくて、その手握ってない間にも、なんかどこそこにこう影が見えたりするの。やめて、気持ち悪い。なんかすりガラスの奥にパラサラサラっていたりとかするの。やめて、すりガラスシステム、それ。ホラー映画界のその怖いタイプの演出のそのすりガラスシステムやめて。とにかくみんな
仲間外れにされたくないとかさ、つながりを求めてみんなこうやって集団心理とかも働いてね、憑依チャレンジしていく様がさ、若者たちなりのあの身内意識っていうかさ、はぐれも村八分にされたくないみたいな感覚とかさ、ああいうのはもうずっとあるでしょ、人間生きてたらさ。うん、ああいうのとかもちらついてですよ。ちょっと心臓ギュッてなったよね。もう高校の時代はやっぱりその仲間外れされたくないからっつって一生懸命強いものの子後ろについてってたけど、あんな感じギュッてこう心臓がえってこうなる感じで非常に不愉快でございました。いやまあ冗談ですけど非常に面白かったです。ということで貝柱でした。バイバイ。ミヤも、あ、よろしくとか言って、人当たりいい子だから、ちょっと仲間入れてよ、イエイイエイ、ポン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 ポロポンポンポン、両方の玉ポンポコポン、ね、なんつってね、カットカット。